演武開演。どうも皆さん、あれは手に入れましたか？自分は発売から1ヶ月近く経ちました。今日ようやく買いました。それはこちらです。非常で黒くてわかんないです。こちらです。任天堂スイッチ。あ、ようやく買えた。ネットも店舗も売り切ればっかりだったんですけど、本日近くの上司にいたところ、たまたま入っていて買えました。運よく。さあ早速開けていきたいと思います。その中身はこんな感じになっていますね。ケーブル、アダプター、おそらくこれをなんだ、ストラップ、クレードルでいいのでしょうか。コントローラー、そして本体。さーて、でこれの他の YouTuber さんの動画で聞いていましたが、本当に説明書がないんですね。さて、でも買っただけではまだ遊べません。早速セットしていかなければ。思ったより時間がかかりました。起動しました。はい、テレビに映りました。そして付属のストラップ、これ確かヒカキンさんがやらかしたやつですよね。これについてはそのことを重く受け止めているのかどうか分かりませんが、こんなものが入っていました。さあ、では取り付けてみたいと思います。取り付きました。では一度外してみたいと思います。外れました。待ってたよこれ。自分がプレイするソフトとして選んだのは、ソフトだけ先に買って、本体がなかなか届かない。まあプレス、まあ FF やスパロボで手一杯だったというのもありますが、それはこちら、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドです。さてこれからこっちもどんどんやっていこう。本日は少し長くなってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。